たわ。いやグループってば、先生とのお話まだ終わらないのかな。待ちくたびれすぎて耳も尻尾もしおしおだよ。そうか、さほど時間は経過していないと思うが。会長は気が長すぎだよ。いつもはずっと忙しそうにしてるのに。今は急ぎの仕事がないからな。悠々完璧に羽を伸ばすのも悪くない。君とこうして落ち着いて話をする機会もなかなかないことだしね。そっか会長がそう言うならもうちょっと付き合ってあげてもいいよ。何話そっか。僕と会長が出会った時のこと。何の話題でも君が楽しいと思う話を聞かせてくれ。